皆さんこんにちは、スタントライダーの小川です。前回までにバイクの出入り口となる店舗用ドアの取り付けとピットエリアになる床の工事を行いました。今回からは内装の仕上げとなる壁の作業に取り掛かります。今住み始めたのが中古の住宅ということで、壁がそこそこ汚れていて、普通なら壁紙を張り替えると思いますが、せっかくなので思い切ったリフォームをしてみました。それでは暇つぶしにご覧ください。オカチャンネル、皆さんこんにちは、スタントライダーの岡です。リビングのピット化計画ということで、今日も作業を進めていこうと思います。前回までに、この、ね、バイクを入れるための、ドアを取り付けて、この、ね、チェッカーフラッグ大理石調の、床を張りました。はい、で今ね、作業しているのが、まあ、外で、ね、ウッドデッキの、まあ、ベースを今作ったりしているんですけども、今日ね、作業を進めていきたいのは、壁紙になります。まあ、壁紙というかね、壁紙ではなくて、実はね、後ろに置いてあるこの、ね、文字板、この文字板を、まあ、きれいに加工して、DIY で、壁に打ち付けていくというね、工法で、まあ、リフォームというかね、リノベーションをやっていこうと思います。壁紙よりもね、だいぶ作業は簡単なのと、費用がね、安く抑えられるのが、一番ね、決め手になりました。でかなりね、まあ、ピットにするのにガレージっぽい、木のね、雰囲気に、いい感じになると思います。はい、ということで、このね、のじ板の作業、頑張ってね、やっていこうと思います。まずはですね、こののじ板、買ったままだと、ちょっと湿っていますので、今日はですね、こののじ板、合計で120本買ってきました。ね、5本束になってるんですけど、それをばらしてまずはね、乾燥させるところからやっていこうと思います。かなりね、この作業大変になると思いますけども、まあ、頑張ってね、一本一本バラして、一本ずつ並べてね、乾燥させていきたいと思います。頑張ります。オカチャンネル、まずは路地板を干していきます。120本買ってきましたが、かなりのスペースが必要でした。また風が強いと容赦なく飛んでいってしまうので、しっかり場所と安全を確保してから並べましょう。それと真夏だと暑すぎて木が反り返ったりするので注意が必要です。ちなみに自分は3日間干しましたが、乾燥が足りなかったようで、完成後に木が縮んで隙間ができてしまいました。路地板は切り出してあるだけで、表面の処理が全くされていません。なので自身で仕上げをしないと内装としては使えません。そこでサンダーを使ってきれいに仕上げていく作戦を取りました。オカチャンネル、はい、ということでね、このサンダーでずっとね、この木やつってたんですけど、どうしても、時間がとてもかかる、このバッテリーが持たない、あとうるさいと、いろいろあってね、違う方法を、検討した結果、これを買ってきました。じゃん、電気ガンナーですね。これでね、サクサクいけると思います。はい、静かだし、かなり綺麗に仕上がるし、多分ね、作業もかなり早くなると思うので、これでね、サクサク片付けていきたいと思います。オカチャンネル、電気カンナの使い方も分かってきたので、しっかり作業環境を整え、120本のカンナ掛けをしていきます。ちなみにネットを見て、のじ板で壁板を作ってやろうと思ったのですが、想像以上に大変な作業でした。
このカンナ掛け作業もそうですが、ノジ板の切り出し、ビス打ち、仕上げにオイル塗りと相当に大変な作業です。もしトライする人はその辺を心してチャレンジしてみてください。おかチャンネル。板を打ち付ける前にカーテンやカーテンレールなどの余計なものを取り外していきます。はい、ということで、邪魔なものをすべてね、取り除きました。主に、まあ、カーテンのパーツですね、レールだったりとか、束ねる、フックだったりとか、そういったものを今全部外しました、でここからこの、壁の裏にね、柱が、まあ、入ってるんですけども、その柱を見つけながら、今回ね、のじ板を貼り付けていく、まあ、ベースとなるね、柱をさらにその上から、壁紙の上からね、取り付けていこうと思います。でその柱をつけたら、どんどんね、のじ板を、貼り付けていくという手順になります。ここからねめちゃくちゃ大変な作業ですが、頑張っていきたいと思います。おかチャンネル。まずのじ板を打ち付ける胴縁となる木材を切り出していきます。この木材ものじ板コーナーに激安で置いてありました。これもしっかり乾燥させてから加工していきましょう。次に胴縁を打ち付けるために下地がある場所を探していきます。下地を探すためにこのセンサーを買いましたが、いまいち信用ができなかったので針で刺すタイプのものをホームセンターに買いに行きました。クロスに穴が開いても気にしない方は針式の方が圧倒的におすすめです。下地の位置がしっかりと確認ができたら、次は胴縁を打ち付けていきます。はい、ということで、無事にね、1年半に終えることができました。まあ、一つね、窓を潰しました。ここに、まあ、いろんなね、ものをかけたいなと思って、まあ、工具だったりとか、
あとはなんか例えばヘルメットの棚であったりとか、そういったまあ拡張性をまあ広げるために右側の窓は潰して、左側の、ね、窓だけを生かす形で、貼り終えましたので、ちょっと窓の部分がね、光がね、入ってるのちょっと隙間ができたのでね、分かると思うんですけども、まあ、ちょっとねやっぱりどうしても、隙間ができてしまう感じでした。ちょっとね路地板が、まあ、歪んでるのか、反っちゃったりとかしてるんだと思うんですけども、それのね、誤差がだん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 出てきて、まあ、ちょっとずつね隙間を、作りながら調節しながらっていう感じでね、こうやって貼っていきました。はい、ということで今ね、これ1面終わったので、あとね、最低でもこっち側の面、も、やっていこうかなというふうに思ってるので、もう少しね頑張って木の板貼っていきたいと思います。まあ、とりあえずねこう完成してめちゃくちゃかっこいいので、とりあえず満足です。ということで引き続きね頑張って作業していきます。はい、ということで、なんとかね、壁を張り終えることができました。見てください、どうでしょうか。かなりね、ログハウス風というか、木のぬくもりを感じるいい感じに仕上がっておりますね。すげーお気に入りです。まあ、ただですねかなり大変でした。結局、この壁張り終えるまで丸3日ぐらいかかってますね。まあ木の板を切り出したりコンセントの形に合わせてカットしたりとか、まあかなり大変な作業でした。想像以上でした。で、ここからですね、まあ、この木の色合いかなりね、気に入ってるんですけど、ここからですね、ワトコオイルというのを塗ってちょっとね、ヴィンテージっぽい色に仕上げていこうと思います。はい、ということでここからね塗装やっていきます。オガチャンネル、今回はワトコイルのナチュラルウォルナットにしました。本来ならば2度塗りしないといけないのですが、 3.6 リットル缶では今回の面積だと1回しか塗ることができませんでした。今の色に飽きたら次はもっと男前なダークウォルナットにしてみようと思っています。
岡チャンネル。はい、ということで、壁の貼り付け、無事に終わりました。やっておりました。今ね、ワトコオイルっていうね、色合いを変えるオイルがあるんですけども、それを今全面にこう塗り終わったところです。はい、板の切り出しとか柱を打ち付けたりとか、いろいろまあやってきたんですけども、結局丸々3日間かかりました。最初はですね、壁紙を貼ろうかなと思ったんですけども、あれはかなり職人的な技術が必要で、素人にはちょっと難しいかなという感じがしたので、まあ壁に板を貼り付けるっていうね、方法で、まあ、この壁の、リノベーションをやったんですけども、こっちは壁板に関しては完全に体力勝負です。だからその壁紙を貼りたいであれば職人的な辛さがあるし、この板を貼る場合は、もう体力的なしんどさがあって、まあ、どっちを取るかっていう感じでしたね。で、僕としてはもうこのオイルを塗って、このかなりね、いい色合いになって相当気に入っています。で、ここがね、ガレージスペースになるので、そういったね、いい雰囲気になってるんじゃないかなというふうに思います。はい、で、これからですね、床終わって、この今、壁が終わって、あとこれからですね、ウッドデッキ作っていかないといけません。で、ウッドデッキが出来上がれば、トランポからウッドデッキにバイクを乗せて、そのままバイクがね、この中に入ってくるというね、そういうシステムになる予定です。完成までね、もう少し、です。これからもね、頑張ってウッドデッキの方を作っていこうと思います。ということで、今回は、壁張りの動画でした。またね。